いやそうなの。でさ、チャーハンが600円じゃない。ほんで餃子がさ、250円なのよ。もう850円じゃん。そしたらさ、後から見たらさ、餃子、チャーハン、サラダのセットがさ、800円だろ。あるあるじゃない。あるあるじゃん。やばい、始まってる、始まってる。なんでいるの。悪の人軍団の皆さん、こんばんは。負けるの悪の軍団、原作者の徳井空です。作者よろしくお願いします。いやー、というわけで、負けるの悪のニコ生レギュラー放送の第1回でございます。あの先々週ぐらいね、ニコ生1回やったんですけども、あれはこうプレ放送みたいな感じで特番ってことでやらせてもらって、今回からねレギュラーのタイトルも変わりまして、負けるの悪のニコ生というタイトルになります。これで毎週毎週この時間にやっていく、その第1回です。皆さんようこそ。コメント見えてますよ、ありがとうございます。うんうんうん、やったぜ。あ、嬉しい、ありがとうございます。そう、毎週なんですよ。なんでみんな毎週ね、この時間空けていただければなと思います。毎週毎週です、よろしくお願いします。最速放送となる東京 MX での放送スタートまであとちょうど1週間。もう来週には見れちゃうんですね、アニメが。いよいよついにでございます。そして先週の土日に開催されましたアニメジャパン2017でもいろいろと追加の放送情報がございました。いっぱい発表してきたんですけども、今回もなんとあのアニメジャパンのステージで一緒に立ってくれた方がゲストに来ちゃいます。誰だろう、誰だと思う。みんなコメント予想して書いていいよ。うん、誰だろうね。うん、一体誰なんだ。そうだよね、まだ分かんないよね。さあ、じゃあこの後ゲスト登場しますので皆さんお楽しみに。そしてそして、負けるの悪の軍団原作コミックス第1巻がついに発売されました。ゲットしてくれた人、はい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 、どうですか。お、買ってくれました、ありがとうございます。あの全国の書店でゲットすることができるので、まだな方はですね、ぜひゲットしてほしいと思います。よろしくお願いいたします。さあ、それじゃあみんなお楽しみのゲストさんもいらっしゃるので早速参りましょう。それでは悪の軍団のメンバーを目指して最後までお付き合いよろしくお願いします。負けるな悪の軍団放送前特番、負けるな悪のニコ生スタート。さあ、それでは本日のゲストご紹介しましょう。本日のゲストはなんとこの方、ネル様役の辰巳ゆり子さんです。はい、どうもネル様役の辰巳ゆり子です。よろしくお願いします。いらっしゃー。はい、満を持して登場しました。満を持してるんですよ、本当にね。もう自信まくりですよ。いや、びっくりしましたよ。まさかのみんな、うん、ほら意外だってさ、すごい。本当そうなんですよ、サプライズでっていうお願いをされておりましたので、うんね、ありがとうございます。どうもどうも、よろしくお願いします、ね。うん、そんなミータツなんですけども、うん、この軍団ではネル様役を演じてもらうことになりまして、はい、私とミータツは何年か前にアニメの作品で一緒になって、うん、その時にこうラジオとかをねやったりしてたんだよね。しかも作家さんも実は一緒なんだよね。え、そうだっけ。そうだよ。ええ、嘘。いや、だからあ、そういえばそうだったの。あの時ともう同じなのよ。同じじゃん。え、忘れてたの。なんか、いや、あの、ね、台本に、うん、一番最初の台本に、うん、お互いのことをミータツ特訓と呼びましょう、うん、みたいな書いてあって、そう、みんな台本って覚えたとこまで覚えてる。いや、本当にね、あのね、このあの作家さんが書いてくれたそれのせいで全然浸透しないミータコトくんで呼び合わなきゃいけないって。そうだった。そうなんですよ、 JP さんのせいだった。そう
そうだった、そうだった。ミーたつって本当業界用語、辰巳を業界用語にした呼び方なんですよ。めっちゃ恥ずかしいんですよ、本当は。もうやだー。だってギロッポンでミーたつみたいな感じだもんね。真空でミーたつだもんね。真空でミーたつの流れでつけられてるからね、完全にギャグで。そうだ、そう。いやでも私はもうそれが浸透しちゃったからさ。確かにそうだね。ミーたつとしか呼べないよ、うん、え、みんなはなんて呼んでるの、ミーたつのこと、ね、教えて教えて教えて。私のこと、うん、トックンって呼ぶのもゆっこさん、ゆっこ、あ、そうね、やっぱね、そう、ゆっこ、ゆっこさんとかゆっこさん、ゆっこさん、シャーは違うでしょ。シャー、なんかちょ、なんか、ま、悪口書いてた。なんか、なんかちょっと悪口書いてた。送りバントってやつ、うん、それ悪口じゃないから、悪口じゃない、名誉あるあだ名だから。いや、そうだ、みんなゆっこってよく呼ばれてるの聞くけど、私的にはミーたつで来ちゃってるからさ、ね、私もだってみんなそらまるって呼んでるけど、言う言う言う、あのちょうどねこのアフレコ現場で、うん、ほらとっくんゆかりの方もたくさんいらっしゃったじゃないですか、うんうんうん、で私ねいろいろ話しててとっくんとっくんって言ったら結構笑われましたよ、うんうん、もうとっくんって馴染みが長すぎてみたいな、私もね、うん、みんなの前でミーたつって呼ぶのちょっと恥ずかしいから。やっぱりそうだよね。いや本当なんかマジやヒロポン感が出ちゃうからさ。ミーたつって言うとさ、いや本当ね困ってる、あれ、うん、あっちの JP さんのせいなんで。でももう今更変えらんないよね。いやそう、うちらの間ではもうこれ定着してるんで、そうそうそう、もうそうなんですよ、みんなもいいんですよ、うん、ミーたつとね、うん、特訓っていうのでいいんですからね、はいはい、うん、いいですいいです、こういう、こういう、いやだよ、いらないいらない、こういうにする、それもうね一人でも呼ぶ人がいたら本当にゆいたつとかどう、いや辰巳ゆい子、ゆい子辰巳、ゆいたつ、ゆい子辰巳、ゆいたつ、やめましょう。やめましょう。こういうの意外と浸透しちゃうからダメだよ。だね、うん、危ない危ない。ミーたつにしよう、はい、ミーたつ。というわけで今日はね、ミーたつにもお付き合いいただこうと思います。はい、よろしくお願いします。はい、さあじゃあ早速ですが、ゲストのミーたつと一緒にこちらのコーナーに行ってみましょう。掘り下げろ、ゲストの回答。本日もご機嫌なナンバーに乗せて、うん、手作り、手作りなんですよ、聞きました、ディレクターさんの、そんなね、なかなかないですよ、コーナー紹介をさせていただきたいと思います、うん、ゲストさんにプロフィールや演じていただくキャラクターに関する一問一答をチャレンジしていただき、その回答を掘り下げていこうというコーナーです。はい、大体仕組みは分かると思うんですが、うんうんうん、どうですか、いいですか、いけますか、さっさっさっと答えていった方がいいってことだよね、テンポよく答えていって、おうおうおう、まあ、気になるのがあったら、うん、後から掘り下げていくみたいな、はい、分かりました、ございます、はい、さあそれでは早速いきたいと思います、うんうん、質問スタート。自分を一言で言うとどんな人間、一言、エネクラ、お、趣味、特技は、ビュッフェに行くこと。趣味か、週5でビュッフェ行ってます。声優を目指したきっかけは、あ、姉の影響です。ふーん、4、得意空の第一印象は、特訓の第一印象、意外とおとなしいかなって思った。5、悪の軍団ということで、笑える範囲での今までの悪事を教えてください。あくまでも笑える範囲でお願いします。, 笑える範囲、悪事、あ、納豆を、うん、納豆を、うん、あの腐らせました。悪いね、腐ってるものなのにね、もともと腐ってるのに、はい、アニメ悪の軍団の見どころってどこだと思う？ゆるい感じかな。7、ニル様の第一印象は、うん、セリフが難しい。8、演じる上で意識したことは、なんだろう、まあこう一点なので、うん、可愛らしく、なんか不思議なキャラにって思ってもらえるように、はい、なるほど、うん、9、アフレコ現場の思い出があったら教えて。なんかあの源田さんとカッペイさんが、うん、とても仲が良かった、うん、なんかほっこりしました、はい、10、悪の二軍団の皆様にメッセージを。わー、みんなー、悪の軍団よろしくね、トゥトゥルトゥ、いかんかんかん。いやー、トゥトゥルトゥのことだけめっちゃ気になるんだけど、何トゥトゥルトゥって、いや、しかもちょっとしゃくれてる、トゥトゥルトゥ、なんか新キャラが出てきちゃったな、新キャラ、ネルさんはこんな
んじゃないから、ね、本当にネズさんはこんなんじゃない、ね、大丈夫です、ちゃんとしてますから。やばいやばい。さあ、ちょっと気になった質問ですね、はいはい、私まずその1位のね、自分を一言で言うとね、ネクラって言ってて、こんなに寝上がる人いない。いやいや、そんなことない、そんなことないよ、こんなに寝上がる人いないよ。いや、もう本当にもう常にあのなんだろう、あの暗いこととかネガティブなこと考えてるから、本当さっきもうなんかもうこういう今ですら、うん、例えば足元にある水こぼすんじゃないかとかもうなんか何かしちゃうんじゃないかとか常に悪いことを考えて生きてる人間だからさ、明るいな。そう明るいよ、暗いよ、いや明るいよ、暗いとさ水こぼれるかもとかもう思わないもん。嘘、いや、うん、いやいやいや、もう本当にもう最悪の想定をしながらも、うん、もう日々生きてるから。そうかそうか、本当暗いんだよ。いや意外だわ、うん、暗い暗いもう寝垢みたいなイメージができて、パーッとさ、うわーどんなイメージ出たーとかよくさ、それとっくんでしょ、今の今の完全作者でいいじゃん、とっくんのやつじゃん。違う違う、サークシャーだから、サークシャーどういうか間違えた、サークシャーか。いやいや、ちょっとね、じゃメールが来てるからついでに読むね、うん、お名前ルリールピースさんからです。ありがとうございます。辰巳さん、徳井先生、こんばんは。こんばんは。お二人は昔からの窮地の中ですよね。そんなお互いだから知ってる相手の可愛いと思うところなどはありますか？ほうほうほう、いや、ありますあります。なになに、いや、ありますよ。なになに、いや、あのね、なんだろう、ちょっと待ってね。大体あるやつ、ちょっと待って、ちょっと待って、本当にある、本当にあるの、本当にあるの。それを何回も言ってるせいでないよ。いっぱいありすぎてどれにしようかなって思って。あと、はい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 。あの、トックンはあの結構、まあ、プライベートでね、お仕事実は久しぶりだったんですよ、ご一緒するのが。で、プライベートでよく遊んでたんですけど、あの、なんか、あの結構ほら悩み相談とかさ、こういうことがあってみたいな、あのマイナスな話をする時もまあね、あるじゃないですか。もうそういう時もなんか楽しそうなの。ね、言うよ、その言い方だった。わしは不幸話大好物みたいな感じじゃない？違う、なんか違う違う違う、いい意味で、いい、なんかさ、いや、なんかさ、それがさじゃなくて、うん、そういう話をするときも、なんかさ、それがさみたいな、なんかなんだよ、見たつ聞いてよみたいな、すっごい楽しそうなの。ほんと、なんかバカっぽくない？それがうっかりしちゃったみたいな。いや、それが私はね、なかなかね、できることじゃないと思って、本当にあの、うん、常にどんな話をしてもあの明るくて楽しそうだからなんか可愛いな、いいなって思う。あー、そうそうかそうかそうか、うん、これは本当に、なるほどね、うん、私がね、可愛いなと思うところは、うん、ミーアツってすごい天然じゃない？でもないんだけどね。いや、絶対天然だ。いや、天然じゃないよ。いや、そういうことないよ。そういうこと、そういうことなの。あのね、なんつの、天然なのは全く理解してなくって、だから明らかに天然なんだけど、なんか無茶なんだけどねみたいな、すごい真面目なトーンで、いや違うんだけどみたいな。天然の発言をめっちゃ真顔で言うところがちょっと可愛いなと思うの。嘘、いや、それ、まあ言われるけど、うん、本当に私天然じゃないんだよね、うん、なんかもう私を天然って言ったら、ほんと天然の方々に申し訳ないの、うん、だから本当に違うの、うん、ちょっとあの、それはもうこの番組で証明したいと思う、この1時間で、うん、いやでもしっかりしてるんだぜっていう、いや、そうそうそう、それが本当のね、うん、天然のあるべき姿よ、なんか私天然なんでとかってよく言われるんでとか言ってるやつは大体天然天然じゃないか。こんな真顔でよ、真顔で、いや違う、天然じゃないし、本当違う、証明していきたいみたいな、証明、そんなそんなストイックな感じではないけど、そういう感じなの、やっぱ本物なんだなって、うん、みんな気づいてる。いや、ちょっと待って、難しいけど、まあ、そう、そうなんですかね、じゃあ、まあ、トッくんがそう言ってくれるなら、思いますね、はい、はいはいはい。あとね、そうだな、この今ビュッフェが特技やってる。そう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 。特技、趣味どっち？ビュッフェ。まあ、趣味も特技も兼ねてる。どっちもね。兼ねてる兼ねてる、うんうんうん。ビュッフェに行くのがすごい好きで。あ、そう。そうなの、ここもうね、あの、都内のあらゆるところのビュッフェをもう行き尽くし。うん、例えば、あの、なんだろう、スタジオって歌たち変わるじゃない、うん、行くとこ。うん、だからこの駅だったら、あ、ここにここがある。ここ何時まで何時まで、よし、ここ行こうみたいなとか。結構食べるじゃん。それがあんま食べないの、うん、意外とビュッフェに行くのに、もうなんか取った方が良くない？いや、チッ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 チチッ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 、違うんですよ、違う、ビュッフェの目的は間違っている。え、ビュッフェっていっぱい食べることじゃないの？違うの、いろんな種類をちょっとずつ食べるっていうことがもう私の中のビュッフェの目的で、あ、なるほど、ね、
そうそうそう、一口ずつでいいから全種類コンプリートするみたいな。あ、そう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 、なんかお腹いっぱい食べる、元取ろうと思ってビュッフェに行くじゃなくて、もうね、おバカおバカか、あのね、無理ですから。あ、そうなんだ。相当ね、あの相当食べないと無理ですから、元を取ろうとしちゃいけないわけね。そう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 、うんうん、最近なんか食べたもので気に入ったおすすめのなんか料理とかフルーツとかスイーツとかありますか？いやなんかね、最近ね、私あのちょっとパンが好きなんですけど、うん、パンだけはあの永遠に入るんですね、お腹に。パンだけは？パンだけは特殊だね。特殊。もうね、あの結構私不甲斐なくて、うん、大食いと思われるかもしれないけど、うん、意外とそこまで入らないんですけど、うん、パンだけはもう20個も30個も入る。すごい ね。で、最近食べたすっごい美味しいパンがあったんですけど、うん、あのね、あ、忘れた名前、ちょっと待って、パン屋さんとか違う、ちょっと待って、あ、もう昨日まで覚えてたの、うん、あの東洋町っていうところ、東京の東洋町っていう駅があるんですけど、そこにあるパン屋さんの食パンデニッシュがめっちゃ美味しいの。美味しいんだ。検索、東洋町パン検索したら絶対出てくる。有名有名。東洋町パンだとすごいいっぱい出てくると思うけどね。めっちゃ美味しいの、そこのデニッシュ。本当お気に入りだ。お気に入り、いっぱいいける、それなら。いや本当、あの2斤で買わなきゃいけないの。あ、1斤、2斤ってこと？そうそうそう、2斤で940円とか960円で売ってるんだけど、もう全然あのパンってこう普通切るじゃない、食パンって、うん、切らなくていける。これでいくの？そう、あのなんか四角いこういうの普通すごいね、切るじゃない、まるでいくんだ、まるまる、この角からいける。へー、これさ、なんかつけんの、それともなんか、それが聞いて、よく聞いてくれました。うん、私パンって、食パンってトーストしてやっぱバターをつけてもう食べる派だったの。バターがないと食パンってって思ってたの。うん、それは本当にもうバターがちょっとこう練り込まれてて甘くてほんのり、うん、もう本当そのままいける、そのまま四角いままいける、四角いままいける。ぜひ食べてみてください。そうなんですよ。とかね、そういうね。待って、これ全然悪の軍団の話してないけど。させて、させて、させて。え、じゃあ、うん、見どころ、悪の軍団の見どころのゆるいところって言ったんですけども。うんうん、そうですね。うん、なんかなんだろう、そのキャラクターのこのね、絵柄、あ、今こうね、映ってますけど、うん、絵柄もそうだし、うん、あのなんだろう、ストーリーも、うん、悪の侵略。悪の軍団として地球侵略来たけど全然ままならず、ほわ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 、結構みんな緩いじゃないですか、ね、考え方も動きもキャラクターのこのデザイン感も、 そこがすごい、なんだろうな、見ててほのぼのするというか、ほのぼの系よね、すごいな、っていいなと思う、ね、このタツノコさんの絵柄も相まってよりね、ほわかした空気になってると思いますよ、ね、パワーアップしてますもん ね、だいぶね。そんな、あ、じゃあちょっとここでまたお便りを、お名前、二軍団ネームジャックさんからです。ありがとうございます。徳井先生、辰巳さん、こんばんは。こんばんは。ジャック今やったよ、 今やったよね、今ね、ちょっと、いや言うな言うな、幻想かなと思ったんだけど、ジャックって言ったら私映ってなくて、映ってなかったの、あれ、その時 ね、やってましたよ、皆さん、辰巳さん、ジャック、うるさい、うるさい、トックのアップで知らずにジャックって言ったら映ってなかった、すって恥ずかしくなっちゃったね、今残像がなんか横で気になっちゃった。普段はお互いのことをトックミートスと呼び合うお二人ですが、やはり声優同士という立場と原作者と声優という立場に立った時、お互いへの印象や接し方って変わるものなのでしょうか。そしてもう一個、お名前、ライオンさんからいただきました。そらちゃん先生、辰巳さん、こんばんは。こんばんは。そらちゃん先生、ねるさま役が辰巳さんに決まった時のお気持ちをお伺いできたら嬉しいです。今週の上映会楽しみにしております。おー、ありがとう。来てますよ。はい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 。いやでも普通に考えて、まあ声優同士のと変わらない感じよね。まあそうね、こう話してる感じは変わらないけど、まあ一つ変わるとすれば、やっぱりこう、なんだろうな、作品の話をするとか、あのキャラクターの話をするときに、やっぱちょっとこうキャスト同士の目線で話すよりも、やっぱなんか例えばネル様こんなキャラクターなんですよって時に、トクがもしかしたら、いやネル様そんなキャラクターじゃねえよって思ってるかもしれないっていうのは、ドキドキ、そうそう、ドキドキはあるよね、やっぱり。だって正しいのは作者の思惑と合ってるかなっていうところか、そうそうそう、頭の中の根が一番やっぱ、ね、その正しいと思うから、合ってるのかなみたいなのは、ちょっとこう、なるほどね、そういう意味ではドキドキ、そういう風に感じてるんだね、うん、意外ですね、あったりもしますけどね、うん、
ちなみにこのね、ミーダツに決まった時の気持ちをってことなんですけど、うん、そうね、あの関西弁の方がいいですねって話だったんで、そう、はい、ミーダツ関西出身じゃない。そうなんですよ、ね、よかった関西弁で。そう、だから関西弁ではぴったりですねっていうことで、私もすごい嬉しかったし、やっぱミーダツとはその前に一緒に作品で一緒になったりとかってこともあったから、うん、またこうやってね一緒にやれてすごく嬉しいなっていうふうに思っております。ありがとうございます。ちなみにネル様の第一印象、うん、セリフが難しいとかあったんですけども、うん、そうなんです、一番最初にその原作の方で出てきた時に、うんうんうん、あの警察のうん、セリフが私読んでみたんですよ。おうおうおう、その、ま、あのお話いただいて、おうおう、うん、そこのネル様の登場のとこ読んでなかったから読んだら、カミカミだったんですよ。おうおう、すごいね、ちょっと見てください、一コマ目のネル様初出場、なんてことなの、警察初出場、おうおうおう、難しいと思って、やばい、第一声で難しい、噛むと思ってっていうのが一番焦りましたね、最初。あ、そうね、自分の所属してる、あの、ね、警察の部署を言うところ、ね、そう、部署がね結構難しいんですよ、読むのが。そうそうそう、だけどなんか、なんだろうな、猫のモチーフ、ね、そうね、猫っぽい ね、 ね、そう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 、ね、あんまりこうね、こう不思議な、不思議ちゃんというキャラあんまりやったことがなかったので、うん、すごい楽しみだなって思いました、うん、いやでもすごく可愛くなってると思いますね。はい、そしてメールここでちょっと一つ読みたいと思います。お名前、春日チンプリさんからです。ありがとうございます。お願いします。ありがとうございます。お願いします。お願いありがとうございます。いやいや、お願いします。間違ってない、気持ちがない、ね、そう、間違ってないんだ、これから読みますから、よろしくお願いします。ありがとうございます。辰巳ゆい子さんがキャスティングされたのは、はい、辰のこと辰巳ゆい子をかけたダジャレに由来するのでしょうか、うん、という質問を伺っています。どんなメールや、1辰、2辰、辰、3、どうしちゃった、どうしちゃった、どうしちゃった、入っちゃった、それ入っちゃった、焦る焦る、あーもう一生飲めないよ、あー一生飲めない、どうする、ストローが入りました、事件、どうしよっか、どうしよう、どうする、これどうする、こういう時どうする、こうなっちゃったらやばいよ、事件事件す、ストローをす、す、お水飲めとるやんけじゃあ次いきましょう、続きいきましょう、ダジャレではございません、ダジャレではございません、もちろんですよ、もうそんなでキャスティングできるような世界じゃありませんからね。そうなのよ、そうですね、もう何聞いてきたか忘れちゃったんだけども、アフレコ現場の思い出、源田さんと勝平さんが仲良しだった、あ、そうなんですよ、うん、仲良しだね、なんかすごいな、よしで、なんかこう、なんだろうな、すごい勝平さんが、うん、源田さんをすごくフォローされる感がすごくて、うん、なんか信頼関係が成り立っていた、そうそうそう、勝平、次はどこだみたいな感じで源田さん、ここしようっつって、うん、おみたいな感じ、うん、っていう感じの、ね、そうすごいやり取りがすごい素敵だったの、うん、ちなみに今日はね、こんなものもねちょっと用意してるんですよ、なんとなんと、アフレコ台本、しかも1個は3入りでございます、うん、うそうなんですよ、なんと本日はこちらを、見せびらかすだけでございます、あ、プレゼントとかじゃないの、ないよ、あ、そうなんだ、置いてるからこれ、うん、見せるため、あ、なるほど、見せただけ、見せただけ、意地悪なタラですからね、どうぞここでここまでご覧ください意地悪か、うん、はい、プレゼントじゃないですよ、この、源田さん、勝平さん、はい、石田さん、そしてミーダスのサインが入ったこちらの台本でございます、ございますじゃないわ、何の発表、発表、発表、そうね、あの、はい、ございます、こちらに、これでこうね、源田さんとかこうやって見ながらみんなやってくれたんですよ、素晴らしかったですね、やっぱり、そう、私ね、こう原作者っていう立場だから、うんうん、台本行くまでもらってなくて、うん、そっかそっか、そう、うん、普通だったらアフレコのね、うん、前の日にとかまでにはアフレコの台本と、うん、あと VTR、はいはいはい、映像がもらえるじゃない、はい、でもなんか前日なのに台本がない、このドキドキ、私、うん、確かにどんな感じだった、私台本持ってないけどいいのかな、何の丸もつけてないけど大丈夫かなと思いました、なんでここら辺までやりますみたいなのはもう事前に原作の、そうそうそう、そういう打ち合わせはね、もちろんしてて、最終的なものは、そうそうそう、全然この台本になっても知らなかったから、行って
それで朝この現場に行ったらばこれが積んであったから、うん、じゃあそこで初めて私も台本をもらってあすごいうわ本になってると思ってびっくりしてそうだよ、そうだよ私のセリフ一個もないと思っていやいや出る気だったの最終的まで、うん、なかったね、これはもう出る気ないんだけどもあやっぱり私のセリフない、うん、不思議なんか自分が出ない台本ってなんか不思議だなと思って、うん、そうだよね、もらうことないもんねだってねそうだからちなみに今回その出ないって決めたのは何だったの、ま、役者なわけじゃないですか、そうそうそう元々はじゃない今もうバリバリのね間違えた完全に過去ね過去バリコじゃないか役者バリバリ現役の、うん、てかもう出ても全然おかしくなかったと思うんですね、うんなんでかなっていうのは結構みんなそ う, そうやっぱりなんかどっちかにちゃんと専念した方がいいなと思ったから、うん、今回は原作としてその脚本の会議とかは参加したんだけども、はい、アニメの出演の方はしませんということで、もう歌とかでも一切参加せず、ただしこう原作者としてできることはしていこうと思ったんで、こうやってニコ生をやったりとか前にグイグイ出るようなことはしていこうと決めましたね。なるほど、宣伝隊長みたいな感じですね。そうそう、宣伝隊長とね、私この原作者という立場でやっております。はい、さあそれではいっぱいミータスの回答を掘り下げたところで続いてのコーナーに行きます、はい、続いてはこちら、振り返れ最新の情報。先週のアニメジャパンのステージでも発表されました新情報を改めておさらいしたいと思います。はい、アニメジャパン皆さんも来てくれたと思います、ありがとうございました。ニコ生で中継もやったんですが、うん、見てくださいましたか。ねー、ミータスはね、MC をやっていただいて、はいはい、そうなんです。いやでもあまりにも私興奮しすぎてね、ミータスにいかがしたかとか言ってグイグイ振っちゃってやばっいや振ってくれたのはありがたかったんだけど、もうトックンがバリバリ回し始めたから、いやもう回させてってなったよね。あれ、いや本当、あ、次次だみたいな。作者興奮しちゃって、ちょっといや申し訳なかった。いや本当にさすがでしたよ、すごい楽しかったですしね。でもね、もう名 MC をねしていただきました、うん、本当ありがとうございました。そしてシークレットゲストで源田鉄章さんが来ていただいて、いやもう会場ざわざわってなったんだけど、やっぱり源田さんってああいうイベントとか本当に出る機会ないらしくって、はい、じゃあなんで今日来てくれたんだろうって本当に不思議に思うぐらい、今回ね本当来てくださって、しかもすごい盛り上げてくださって、うん、すごい嬉しかったですね。で監督の京極監督もあんまりそうやって今まで人前に出るような活動はしてなかったんですけど、今回登場していただき、いろいろお話を聞くことができまして、本当に嬉しかったです、ね、2回目とかおっしゃってましたもんね、そう人前のイベントに。そうなのよ、だからすごい貴重なね、うん、ステージになったんじゃないかなと思います、はい、じゃあ早速新情報のおさらいをちょっとしたいと思います、はいはい、最初の新情報はこちら、最新放送情報でございます。なんと私の故郷でもある千葉県での放送が決定、千葉テレビでも見ることができます。わー、千葉テレビだけ赤くなってる。そうここよ、大事。外線放送の実家だと何放送になったりしてるの、お、サンテレビとか映ったりする。あ、サンテレビ映る、京都、京都の方かな、あ、違うかな、うん、西日本でも ATX、 あ、映る映る、うち家がそう契約してるから、うん、大阪なんですけどね、うんうん、関西の方も見ることができます、うん、そしてこれが映らないよという方もですね、うん、このウェブ配信 D アニメストアニコニコ動画での配信があったりします。ほい、いや千葉テレビでも、うん、ほいえ、何、いや、MX とニコ生は被る事件、うんうん、あ、だってそうなんだ、来週の水曜日から時間見ていただけました。ちょっともう一回パフォーのやつ出ますか。 MX がですね、この毎週水曜日22時45分から50分ってなるじゃないですか。ダダかぶりじゃないですか。22時からこのニコ生やって11時までやるじゃない、うん、そう、時間がかぶってるんですよ、ってますよね、いいのに気づきました、はい、なんとわざとかぶせてあります。お、何かと言いますと、このですね、 MX での放送をニコ生中にみんなで見ちゃおうという企画なんでございます。実況なんです。すごい、5分アニメならではの楽しい。30分だと結構みんなで見てるのさ、うん、結構大変じゃない。確かに確かに、これ毎週毎週みんなで見たいっていうことで、うん、ですね、そう、すごい試みでしょ、すごいよ、実況、そう、うん、毎週毎週みんなで実況できたらなと思います、うんうんうん、なので、このニコ生を見ながら、うん、テレビで MX の方はね、Qちゃんをこう押していただければ、はい、ちょうどリアルオーディオコメンタリー実況みたいな。本当だ、すごい、原作者の、そうそう、原作者のオーディオコメンタリー。そう、はい、で、Mキャスっていうアプリがありまして、うん、Mキャスの方でも当
あの全国どこでも見れるっていうアプリなんですよ。なるほどなるほど。なので関西の方も M キャスのアプリをダウンロードしていただければ、うん、負けるな悪の軍団を実際に同じ時間で見ることができます。ただね、こうスマホ1台しか持ってないよって人だと、うん、M キャス見たりさ、うん、買うかじゃん、買うしかない。ニコ生をパソコンとかでこう開きながら、ね、うん、M キャスのアプリで見ていただけたりするとですね、あの同時に実況がなんかできると思います。すごい、まだね、楽しみにしたいよって人はあのニコ生だけを見ていただくと、うん、うちらのコメント後からこう見返したりしても、うん、あ、ここのことを言ってたんだなとかね、うん、そういう風なことできるかなと思います。ぜひぜひ、皆さんでね、あの毎週毎週実況していただければと思います。なのでこの水曜日の10時からの生放送を毎週やるんですね。はい、やるんですね。このためのニコ生なんですよ。なんで生ったんや。なんで皆さん本当にこの時間は空けといてください ね、うん、ね、1時間ね、本当楽しめると思います。一緒に見ましょう、うん、ちなみに東京 MX サンテレビの初回放送はですね、うん、なんと番組が3倍に拡大しちゃいます。おー、おー、何分になるんですか。15分です。5分アニメの拡大です。15分第1話拡大スペシャルをお届け。拡大された10分はですね、もうものすごい作者を崇める VTR。 あ、すごい、そういう VTR 聞いてませんけどね、まだメディオプッシュぐらい崇めてる。すごい崇めてる。パーフェクト、めちゃめちゃ作者を崇めてる VTR が流れるんで、パーフェクト得意いっちゃいますか。パーフェクト特訓が、ね、うん、流れるので、うん、ぜひあのパーフェクト特訓拡大スペシャルもですね、見ていただければと思います。いや、本当にさらに楽しみになりました。お楽しみによろしくお願いします、ね、はい、お願いします。ではでは、続いての新情報はこちら、追加キャストの発表でございます。新たに発表されたキャストの皆さんはこの方々、じゃじゃん、ひまじん小西和幸さん、晴田熊井もと子さん、ヒヨドル、ヒヨドルのおじさん、千葉茂さん、という3名が発表されちゃいました。いや、もうメインの皆さんだけでも非常に豪華だったんですけども、ね、この晴れたたちも非常に豪華なメンバーになりまして、どうですか。いや、もう台本を見て、あの発表されてませんでしたので、ね、本当にそのアフレコ直前のキャスト表を見て、うん、知ったわけですよ、うん、もうずらーっとね、客団も多いので、うん、たくさんの方がこういらっしゃって、もうどうしようと思って、ね、ただただでさえこうね震えていたのに、おアフレコアフレコに入る前ちょっと何やねん、結構震えてるな、結構震えた、結構震えた。いや、本当もうでも気合いでちょっとね入りましたね、この先輩方の、いや、そうよね、素晴らしいね、お芝居されるのはもう間違いないので、ね、でもなんか熊井さんとかカッペさんとか皆さん、うん、本当に気に入ってくださって、うん、可愛くて面白くって、ね、うん、でなんかあの演じた方々自らなんか随分ちょっと古めのキャスティングだねみたいな、うん、そんなことはないですけど、でもいいと思うみたいな、2017年っぽくないけどいいと思うってね、熊井さんたち自らおっしゃってましたからね。あっても、あのもう今このキャストだとすごいですから、そのままのキャストで、うん、すごい古き良きというかね、うん、本当に最新の古めアニメというか、うん、やめましょう、やめなさい、やめなさい、そろそろやめなさい。いや、本当に豪華な皆さんなんですよ。続いてちょっとメール読みますね、うんうん、お名前4丁目さんからいただきました、ありがとうございます。アニメジャパンで追加キャスト発表前にさらりと千葉さんの名前を口にしてしまうフライング決勝さん、さすがにドキリとしましたか。いや、いやでも私はあの時、うん、ちょっと現場どうでしたかって振った時に、うん、お話を振った時に、もしかして千葉さんの名前出るんじゃないかなって、まだキャスト発表されてない、そう、あ、どうかなって思ったら、うん、もう案の定バチッと言ってくださった。バチッて、あ、出たって、うん、いや、もうでも芸能さんがね、千葉くんっておっしゃったじゃないですか、うん、そうです、だからまだ何とも言ってないですからね、うん、そう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 、うん、芸能さんが千葉、もう千葉さんは特定はされてないなと思ったよね。もう聞き逃してはなかったですね、皆さん。でも多分そう、そう、私も、いや、みんな聞いてなかった人はこんぐらいと思ってどの千葉さんかなっていう、そう、うんうん、そうなんですよ ね、 いや、本当にね、発表された時もですね、うん、大興奮のみんな、こんな方々がっていう感じで、非常にね、うん、あの驚きのキャスティングだったな、さすがタツノコさんっていう感じなんですけども、うん、はい、本当にあの皆さん楽しくやっていただいて、ぜひね、本当アニメの放送をお楽しみにという感じなんですけども、うん、ね、いや、特にね、うん、このヒヨドルのおじさんとかかなり強烈だったので、ね、もう早く見てほしいななんて思いますね、本当に、うん、
皆さん思ってる通りには行ってませんからね。そうね、うん、予想の斜めはあるから、もうだいぶ上行ってますから、それはさすが千葉さんって感じでございます。うん、さあ続いての新情報はこちらです。かくわのナレーションを担当してくれるかくわナレーションズでございます。現在発表になっているのはこの方々、どう久保ゆりかさん、牛田彩さん、飯田里穂さん、佐々木美子さん、アンドモアということで、はい、あの毎週毎週ですね、毎話毎話なんとナレーションが変わっちゃうという画期的かつ斬新な、12話ですからね、すごいですよね。これはそうなんですよ。なのでまだまだメンバーはですね、あの揃っていくかと思うので、うそこもちょっとこのアニメの楽しみにしていただけたらななんて思います。ちなみにあのアフレコ現場でどうだった、こうみんなね、こうトくんと仲が良かったりとかね、いろいろこう深く関わってるみんなじゃないですか。そうなんですよ。どうなんで私の仲いい人たちがみんなアフレコ現場に集まってきて、それでみんなあこう入ってきた時に会うと、徳井先生、この度はおめでとうございますってみんな言ってくれて、なんか私結婚式みたいと思ってみんな入ってきて、今日は本当におめでとうございますってみんな一人一人言ってくれてて、なんかだからありがとうございますって、この度はおめでとうございますってみんなが言ってくれるのが、そう、おめでとうって言って、なんかね、披露宴みたいな感じ。隣には誰もいなかったけどね。そうそう、披露宴だって、お一人で。そうそうそう、お一人すごいね、思ってね、嬉しかったですね。みんな喜んでましたね、本当にね。ちょっとナレーションズに関してもメールは来てますので読みます。お名前、冷凍みかんさんからです。ありがとうございます。皆さんこんばんは。こんばんは。アニメジャパンにて各話ナレーションズの存在が発表されましたね。ワンクール12話と仮定して全12人いるわけですが、現在発表されているのは佐々木さん、内田さん、久保さん、飯田さん、あと8人いるわけですよね。徳井さんとゆかりの深いメンバーだそうですが、残りの8人が誰なのかとても楽しみです。なので残りの8人のヒントをください。放送待ちきれません。目指せ派遣、目指せアニ様出演。そうなんですよ、はい、あのこの各話ナレーションズの選抜されたメンバーが主題歌も歌ってくれるということなので、はい、あの私はね、ぜひこの歌を引っ提げて、アニ様に出てほしいなって目標高くね、いや本当に思ってるんですよ。派遣狙ってますもんね。そうなんですよ。3日目ぐらいにね、出てくれたらいいかな。日にちもいや盛り上がるでしょう。盛り上がるかもしれないですよね。ね、もう多分ね、ステージいらっしゃってるかもしれませんからね。ヒントはですね、やっぱこの私とゆかりの深いということなので、うん、まあ私 に会ったことがあるメンバー。なるほど、なるほど。そう、私と共演したことがある方を呼んでいる予定です。いや余計気になってきましたね、これは完全に ね。そう、皆さんお楽しみに。はい、今私もね、ちょっとまだ知らないんですよ。そうそうそう、全然私も知らないので。そうなんですよ、これからのね、お楽しみなので、この各話ナレーションズが歌う、主題歌ネバネバギッパーも楽しみにしていてください。はい、さあそれでは最後の新情報はこちら、新 PV 公開です。はい、ドン様の声とミータスによるナレーションが入った最新 PV、早速見ていただきたいと思います。どうぞ。侵略だ侵略だ、わしは今日から侵略者なのだ。宇宙征服を企む悪の軍団、しかし地球侵略を開始するも癖のある人間たちに阻まれ大苦戦。どこか憎めないドン様たちと個性豊かな地球人たちが織りなす日常系ドタバタ SF コメディ、負けるな悪の軍団は4月放送開始。負けるな。宇宙征服を目指す悪の軍団ドン様、一言どうぞ。頑張ります。魅力が詰まってますね。そうなんですよ。頑張ります。かわいいな。本当かわいくて、かわいいって今あったんだけど、本当に辰野子さんすごくかわいく書いてくださってて、もうめちゃめちゃね、かわいくて動くとさらにより可愛くなるので、はい、なんかちょっとこうクレヨンで描いたみたいなね、柔らかいタッチなんですよね。そうかわいくって、実はもうミータツと私1話の方のね、完成したの見たんですけども、はい、先ほど、すごいよね。すごい、もうね、あの最後まで気抜けないというか、もう早く見てほしいね。本当に可愛いんですよ。すごいですよ、ね、なんか興奮しました。多分男の子が見てもあ可愛いなってちょっと、そう多分思っちゃうような、老若男女楽しめると思いますね。ね、これがね、4月1日の上映会で
初めて見て、その後は放送がありますので皆さん本当にお楽しみに。はい、さあというわけで引き続き情報はですね公式サイトやこの番組で、発信していきますのでお楽しみに。続いてはこちら、登れ軍団の階段。事前に出題しておいたテーマに対して軍団員の皆さんから送っていただいたメールを紹介し、そのメールがどのくらい気が利いていたかを、私とゲストでそれぞれその0本、1本、2本で判定していきたいと思います。はい、2人の合計が角3本以上だった場合はそのメールを送ってくれた人は軍団員昇格となります。気が利いていたか、うん、なんか面白かったかとかだったら分かるんだけど、うん、その判定難しいね。そうそうそう、あ、なるほどなと思ったらって感じですね。気が利いてるな、まあ、要は大喜利的な感じなので、うんうん、やっていきたいと思います。はいはいはい、今回募集していたテーマがこちら、もしも負けるの悪の軍団がハリウッドで実写化されたら。さあ一体どんなメールが来てるのでしょうか。ちょっと読んでいきましょうかね。はいはい、お願いします。じゃあまずはそうですね、お名前カナリアさんからいただきました。ありがとう。もしも負けるの悪の軍団がハリウッドで実写化されたら、通訳が安定の戸田夏子さん。あ、おお、あるある、あるありそうありそう、うん、結構はやっぱ戸田夏子さん通訳しがちみたいな、うん、いやむしろお願いしましょうやっぱね、うん、ここは戸田さんにね、いいと思います。じゃあこれは判定していきましょう。角何本だったのか。判定は角2本お3本なので、なんだ、昇格昇格。これは悪の2軍団から1軍に上がるってこと。悪の2軍団っていうんだよね、みんなのこと。まあまあ、その辺はこうぼかしぼかしえなんだ、あ、なんかざっくりぼかしぼかしざっくりな感じか。あ、ごめんごめん、突っ込んじゃった。続きまして、そうね、お名前フォーチュンおせんべいさんからいただきました。ありがとうございます。もしも悪の軍団がハリウッドで実写化されたら、映画補正で暇人が頼りになる。あら、なんかもう映画、もう作品の映画みたいな感じかな。もうジャイみたいな感じ。ちょっといいやつになっちゃう。もうジャイみたいな感じで、やっぱ急にね、熱血になって、ありがとう言うとき手を絶対離さないみたいなパターンなのかもしれない。助けに来てくれるかもしれないね、暇人。しかもなんか、まあ、俺は暇人だけどみたいなテイスト崩さずに、もう、あ、いいかもしれないですね。そう、目にもハイライトが入るよ。キラー、いつもつぶらな人じゃないけどさ、劇場になるとなんかね、白いの出るよね。やめとけやめとけ、うん、そうですね、綺麗な、うん、やめなさいやめなさい。さあ、じゃあ、うん、こちらのメール判定していきましょう。こちらのメールは、つの、はい、3本、おー、つの5本、おー、たくたく自由だね。ごめんなさいね、この番組ですね、角0本、1本、2本の3択なんですよ。いやもう限界突破したってことでいいですか。あ、そうなの。あ、ごめんごめん、合計が3本以上。あ、そうか、ごめんごめんごめん、1人で3個いっちゃうともうどんどんいっちゃうから3本までか、1、2、3かなって、ゼロなんかないと思って1、2、3、まあ、3まで入れていい、分かりやすいよ、ね、いいよね、そうそう、分かりやすいと星3つになる感じでさ、3つあったら分かりやすい、ね、そう、そうしましょう、次回からもそう、3つしましょう、これ、うん、このコーナー、じゃあそうですね、じゃあ次のメールから、はい、角は3個ありになります。続きまして、お名前魂の村市さんからいただきました。ありがとうございます。もしも負けるの悪の軍団が実写化されたら、見どころがまさかのドン様とネル様のカーチェイス。あ、おお、なるほどなるほど、もうハリウッド映画あるあるですね、だいたいカーチェイスしがちみたいな。なんかでもまあなんかね、見る層も増えそうですね、アクション的な。確かにね、わかりました。かっこいいですね、カーチェイスか、見たいな。でもネル様のこれは判定していきましょう、こちらのメールは角1本、おの2本でございます。なるほどなるほど、そういうパターンもあるんです ね、そういうパターンもございますね。じゃあ続きまして、お名前、はい、ヨダレットさんからいただきました。ありがとう。もしも負けるの悪の軍団がハリウッドで実写化されたら、
シリーズの時系列が分かりづらく、エピソード何から見たらいいのか分からない。なんでシリーズの。あーもうエピソード2とかさ。ありますからね、これ。今ゼロなんだみたいな。どっから見たらいいかもね、人によりますからね。人によったりしてきてますからね、もうね。確かに。これはあるあるですね。でもあるある。でも結構続いてるってことですからね。そうね、シリーズ化されてるってことはね、いっぱいあるいいんじゃないですかね。じゃあ、こちらのメールを判定しましょう。つの日本おーやっほんです。おめでとうございます。一軍にはならないんだ。そう、うん、ざっくり間違えた。あの、間違えた、間違えた。軍団員昇格っていう、昇格っていうね、うん、何なの。じゃあ何なのこれ。 AI に昇格し続ける。し続ける。なるほど。ただ昇格するだけですね、うん、決まってないということね。じゃあもうちょっといけますか。じゃあお名前マイマクさんからいただきました。もしも負けるな、悪の軍団がハリウッドで実写化されたら、ヒヨドルのおじさんを渡辺謙さんが演じ、作品を引き締める。おお、演じてくださるんですか。渋いよね。確かに千葉茂さんも渋いけど渡辺謙さんも相当渋いよ。確かに、まあ、でも千葉さんが声やってるぐらいだからもうね、うん、渡辺さんぐらい出てきていただかないと。そうだよね。はいはいはい。めっちゃ引き締まりそうだよね。確かに。ヒヨドルのあれがね、実写されるってことですもんね。もう完全に着ぐるみになりますよね、本当の。楽しそうだけど。いいですね。うん、じゃあこれも判定しましょう。はいはい、こちらは角日本お3番昇格です。おめでとうございます。何がおめでとうなんか。おめでとう。いや、おめでたいから。あ、ごめん、おめでたいですか。そうかそうか、なんか言ってるけど、してるから気持ちの問題です。みんな喜んでるわけだよね、昇格、うん、にね。そう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 、ごめんごめ ん、 なんか。続きまして、うん、お名前就活中の暇人さんからいただきました。もしも負けるな、悪の軍団がハリウッドで実写化されたら、暇人の役名がフリーダムパーソンと、なんかかっこいい感じになる。ああ、ちょっとあのだいぶな、だいぶ違う、おしゃれな横文字ね。うんうん、I am フリーダムパーソン。フリーダムパーソン。いいフリーダムパーソンか。まあ、そのままですけどね。なんて言うんだろうね、英語でさ、その暇な人、暇人みたいな。確かにフリーダムパーソンだと自由な人になりますよね。ね、ニートいいちょっと。日本の、日本のやつですね、完全に。フリーマン、ニート、ニート、ね、ニート。なんて言うんだろうね。ニートになるんだったら、ちょっと暇人の方がいいよ ね。そうだね。ニートって言われになるんだったら。どういうなんだろう ね、 ね、暇ってなんて言うんだろう、僕フリーマンかな。そうそうそう、ね、フリーマン、ね、フリーマン、うん。じゃあこちらのメール判定していきましょう。こちらはツノスタッフ、よー、昇格です。すげー、おめでたい。おめでとうございます。本当におめでとうね。じゃあ続きまして、お名前パラパラ漫画大好きマンさんからいただきました。はい、もしも負けるな、悪の軍団がハリウッドで実写化されたら、謎の組織悪の軍団のルーツをたどるとフリーメイソンにたどり着く。おー、ありますね。なんだかんだで、ね、紐解いていくと、うん、秘密結社に秘密結社にたどり着いちゃうみたいな。そうね、なるんですかね。どうなるんですか。 なったらすごいことだと思いますよ。あると思いませんけどね、この秘密結社、ね、見てください。どっちを開けるとこの緩やかな奴らが待ってるみたいな。全然怖そうじゃないし、なんかどうなんですか ね見たい気もするけど、ハリウッドっぽくていいと思うんですけどね。じゃあこちら判定しましょう。はい、こちらのメールは角日本おお、昇格です。大体みんな昇格する、すごいな。どんどん昇格しますよ、ね、だって別になんかあげるわけじゃないからさ、どんどん昇格。適当じゃない、適当や、やばいな。昇格、原作者適当だぞ。じゃあ続きまして、はい、続いても同じ、パラパラ漫画大好きマンさんからいただきました。はい、もしもハリウッドで実写化されたら、暇人のバイト先がコストコ。アメリカなんだ、アメリカンだね。いい、でも多分コストコで働いたら暇にはならないと思う。あ、そうだね、もうすっごい忙しそうな気するけど ね、 確かにね、うん、大きいですしね。いや、広いところでね、でっかいカートをこう集めて、はいはい、でっかいカートをさ、こう何個も何個もくっつけたやつをこう、うん、操縦してね、ヘビみたいなやつをこうもう運ぶ。頑張りそうですからね、ヒムジ。意外とね、いいですね、意外と真面目ですからね。そうよ、うん、じゃあ、うんうん、こちらの判定しましょう。こちらのメールは角日本おお、ショックです。さあ、じゃあ、はいはい、あと1個ですね、最後は、はい、お名前フォーチュンおせんべいさんからいただきました。もしも負けるな、悪の軍団がハリウッドで実写化されたら、
ドン様がなんか爬虫類っぽい。ほら、ちょ、もう別の表面とかがさ、なんかもう鱗みたいになってるんでしょ。いや、そんな肌質だったっけみたいな。なんかいろいろちょっとなんかちらほら別の作品がなんかこう出てきますね。ハリウッドあるあるですから。あるあるですからね。ハリウッドってすぐなんか皮膚感にこだわりですか。こだわりがちだから。どうなるんですかね。ね、もうちょっとねマットな感じのイメージだけど、意外とね、もう鱗みたいな感じで。近くでね、寄った時にこれドン様ってテッカテカになってるかもしれない。ちょっと聞いてもいいですか、うん、ドン様ってこう何の動物をモチーフにしてるとかあるの。いや、ないの。さまざまなものを掛け合わせだというか、私のイメージ降りてきたものですから。これはあ、そうなんだ。じゃあ特にないんだね、この動物みたいなのは。へえ、みんな気になるよね、これがね。何のフレンズなのか気になるかもしれませんけど、こら違うよ、違う。いや、もう最終回したから大丈夫だって。最終回、いや、そういう問題なの。いいの、だから大丈夫、いいの、使っちゃっていいの。大丈夫。やばい、まあ、ナレーションにもいますしね、つながりがね。そうね、はいはい、さあさあさあ、というわけで、お送りしてきました。皆さん、たくさんのメールありがとうございました。はい、面白いのがいっぱい届いてね、すごいよ、みんな。さすが皆さん、うまかったわ。というわけで、以上、のぼれ軍団の階段でした。続いてのコーナーはこちら、はい、ホテル軍団員の気持ち。あのコメントで、指摘がございまして、先ほどの最後の判定してないということでちょっと話しされちゃったからさ。いや、もうみんなさ、言わなかったけど、あえて言わなかったけど、やっぱり心の中では昇格してる。適当やん、もう忘れただけじゃん。完全に忘れたのに、今普通に次のコーナー入ろうとしたからね。気づいたくせにもう次のコーナー行ってましたね。いやいや、もう昇格、え、昇格もちろん昇格ですね。もちろんです、はいはい、ありがとうございます。はいはい、続いてのこちらのコーナーは、これから宇宙征服をするために悪の二軍団の皆さんの気持ちを察するゲームにチャレンジしたいと思います。い、今から4択のニコ生アンケートを出題します。皆さんは自分が当てはまる項目をクリックしてください。投票後、私とミータツで、きっとこれを選んだはずという項目を予想し発表します。アンケート結果をオープンして、見事予想が当たっていたら1ポイント獲得です。はい、今回は最終的に10ポイントを獲得すると、番組をご覧の悪の二軍団の皆様へ、なんとサイン入りポスターを1名様にプレゼントしちゃいます。結構みんな本気で当てにくるんじゃないですか。そうなんですよ。こちらどうやってゲットするかと言いますと、悪の軍団のツイッターアカウントをフォローしまして、あ、これじゃないですか、誰もあげません。見せただけですからね。見せただけですから、見せびらかしようですから。見せただけですからね。悪の軍団のアカウントをフォローして、シャープ悪の軍団というハッシュタグをつけて感想をつぶやいた方の中から抽選であげたいと思います。ぜひフォローしてください。連絡が DM でいくので、フォロー忘れずに。さあ、それでは早速やっていきましょう。最初のアンケートはこちらです。春の風物詩と言われたら真っ先にこれを思い浮かぶ。1、卒業式、入学式。ほうほう。2、桜、花見。うん、3、花粉。うん、4、近づいちゃいけない陽気な人。4何？いや、4何？春になるとさ、結構出るじゃん。出るね、出るね。まあ、そういう時期にはなる。暖かくなるからね。そう。まあ、ちょっとね、薄着したいからね、みんな。そう、外出てくるのね、うん、いろんなものが。いや、まあ、そうね、もう何だろうね、これ。春の風物詩ですから。まあ、私はでもやっぱこう桜とかなのかなって。そうね。日本らしくかなと思ったけど。そうだよね。まあでも桜だと卒業式、入学式、やっぱ学生も多いからね。うん、確かにね。会社とかの入社式とかもさ、みんな4月春はあったりするじゃない。まあ、そのあたりによるよね。自分の、例えば多分自分が入学式の時だったら1だし、花粉症の人だったら多分3になるかもしれないし。そうね。それは本当花粉症の人多いからさ、大変だよね、本当に。現場でもね。とくんは？私はね、ないの。あ、ないんだ。ある？ない。いや、なんでないんだよ。なんで睨んだの。いや、なんでちょっと嘘ついてるみたいな感じだったの。ないんだ、本当かなと思って。ないんだよ。何の間だよ。じゃあ、はい、私たちは花粉症ではない。花粉症ではございません。はい、さあ、じゃあ私たちはどれが
どれだと思う、どれがみんな多いと思う、もう本当に当てに行くならもう2位の桜かなって。そうよね、じゃあ素直に行きましょう、行きましょうか。じゃあ私たちは2を選びます、うん、さあじゃあ結果を見てみましょう。結果オープン。お、なんと近づいちゃいけない陽気な人 45.5%。 あ、この番組そういうやつ、そういうやつ、あ、悪の二軍団の皆様はそういう感じのタイプの人なんだね。あ、みんな陽気ってこと？違う違う、あ、わかりました、わかりました、はい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 、お前らお前ら、そういうことか、わかりましたよ、はい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 。じゃあ続いての質問はこちら、辰巳由衣子が妹になってくれるならどんな妹になってほしい？おう、いきなり1、ツンデレな妹。ツンデレな妹、こんなんがあるの、いきなり、ちょっと待って、うん、ツンデレな、ほらバカ兄貴、誕生日プレゼントよ、どうせプレゼントくれる彼女なんていないんでしょ、ありがたく受け取りなさい。おー、いいね、ちょっとデレが2番、ね、ヤンデレな妹。これ全部やるの、ちょっと待って、全然聞いてない、聞いてない、何これ。え、お兄様、今日一緒にいらっしゃったあの女性誰ですの？お兄様には私がいるんですから、他の女性なんて必要ありませんよね。おーっていう感じかな。いや、ちょっと全然背景もないから。3番ちょっと全部なんで私が全部やんなきゃ。お兄ちゃんのこと大好きな幼稚園児の妹。あ、幼稚園児、うんうん、お兄ちゃん大好き、私ね、大きくなったらお兄ちゃんの嫁さんになる。俺がいいかな。じゃねえよ、いいじゃないわ。4番、妹型ロボット。妹型ロボット、うん、私、妹、兄貴、悪いやつから守る。おお、悪くない、まあ、完全にカタカナで悪くない、嫌いじゃないな、まあ、こっから作者こういうの嫌いじゃない。なんもしてないじゃん、なんもそらそうでしょうよ、聞いただけこれね、もう何これ、いきなり、そうだな、いや、これ何なんですかね、こういう役が多いとかは何かあったりする、でもヤンデレとか本当あんまりやったことがなくって、なんかね、あのまだちょっとつかめてないかもしれないね、ヤンデレな気持ちとかね、いや、お兄ちゃんのこと大好きな幼稚園児の妹、かなりね、いや、しかもこれ絶対お兄ちゃんちょっと大きいよね、高校生ぐらいではあるよね、そうそうそう、うん、間違いは間違いな、間違 い、 い、まあでも妹型ロボットもね、私かなりグッときてますよ、なんか、うん、最後、これが涙、私から流れているのは涙みたいな、なんかそういう展開、ちょっと心持っていくみたいなね、あ、最後、心が宿るエンドみたいなのがちょっと好み、最初全然もうただの AI からちょっとずつね、引かれていく、それが好みかな、個人的に。あ、はい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 、さあ、みんなは何を選んだのか、はい、まあ、ツンデレとかがね、良さそうだけど、そうなんですかね、でもね、さっきみんな4番を選ぶような連中ですから、確かに確かに、それが分かんないんだよね、何を選ぶか分かんないよね、あ、このリス分かんない、本当にどう、やっぱドッグはね、分かってるでしょ、みんなのこと、ストレートに考えたら、やっぱりなんかドリーなやつが私は一番、ドリー、3番好きかな、3番が好きかなと思ったんだけど、まあ、ツンデレもね、人気だと思うんですが、でも妹型ロボットちょっと押してたからね、最後、ね、あれで大体戦況も変わってくるよ、じゃあ4番にしてみようか、4番にしてみようか、じゃあ我々の答えは4番です、うん、さあじゃあ結果を見てみましょう、結果はこちら、デデン、おお、あー、じゃあ、あー、あー、3番だったんじゃん、そこは素直かい、みんな。いや、こういう質問って結構みんなね、結構素を出してくるよね、そうなんだ、俺はこれだみたいな感じのとこあるから、みんな直感でやっぱおっしゃったんだね、あまりにかわいすぎてね、いやいやいや、じゃあ、ね、次でラストでございます、ラストはボーナスポイントということで、ミー立つにかけて32ポイント、ミー立つーポイントもらってます、ミー立つー、うん、ありがとうございます、じゃあ、はいはい、いきますよ、はいはいはい、辰巳由衣子になってほしいのはどれ、また1、またもう、もうなんでこれ、悪の軍団関係ない、時間ないから、時間1、家庭教師、今度のテストで100点取ったらご褒美あげるね、最高、はい、2番、お姉ちゃん、はいはいはい、
あんまりお姉ちゃんを困らせちゃダメよ。はい、おーいいねー、はい、さあおさかな準備、はいはい、ほら早くしないと遅刻だよ、置いてっちゃうからね。おー、はい、いいね。じゃあ4番メイドさん。なにこのコーナーなになに、あ、時間ない時間ない、はいはい、メイドおかえりなさいませ、ご主人様、今日も一日お疲れ様でした。おーいいな、いいな、個人的には幼馴染がいいかな、やっぱりな、なんかすごい楽しんだ、幼馴染がいいかなまあそうね、私もいい活だよ、幼馴染楽しかったかな、やっぱり幼馴染ね、楽しかったな、幼馴染ね、幼馴染やりたかったんだ、隣に住んでんだろうな、うん、さあじゃあどうだったのかな、私たちの答えは、はい、3番ですよ、幼馴染で、さあじゃあ皆さんの答え見てみましょう、皆さんの答えこちら、おっ、さあじゃあ大正解、さすがさすが、ありがとうございます、みんな2ポイントゲットでーす、はーい、ありがとうございます、せーはなかった、皆さんアンケートのご協力ありがとうございました。以上アテロ軍団員の気持ちでした。ここでお知らせです、おいおい、原作コミックス負けるな悪の軍団は現在好評発売中です、ぜひお近くの書店でお買い求めください。そして4月1日は上映会があります、来る方お待ちしております、お願いします。さらに5日 MX を皮切りに放送が順次スタートいたします、お楽しみに。そして4月8日にはですね、悪の軍団が連載している月刊武士ロード5月号が発売します。こちらにも負けるな悪の軍団最新話載ってますので、ぜひぜひチェックしてください。さらにこのニコ生終了後には LINE アカウントを使ってアフタートークをしちゃいます。ぜひ得意空のアカウントをフォローしてくださいませ。その他の情報は負けるな悪の軍団、さあさあさあ、というわけで、え、もうまで、そう、早っ、もうなんならオーバーしてるぐらいですよ。いやじゃあさっきのセリフとかいらなかったでしょもっともっと大事な話あったでしょ。ゲストに来てくれました、いかがでしたか。いや、まあまあまあ、なんだかなりましたけれども、うん、本当に私もすごい楽しみにしてる一人なので、うん、今回はあの本当にね、ドッくんがもう本当に3年半、うん、もう漫画と声優業をこう一緒に対立することって本当に難しいことだと思うんですよ、うん、それをね、こう成し遂げたドッくんの応援を私もね、まだまだしていきたいと思いますので、本当に皆様、悪の軍団を楽しみにしていてください、一緒に盛り上げていきましょう、はい、ありがとうございました、ありがとうございます。というわけで4月1日の先行上映会でお会いしましょう。私ミータズ、そして京本監督がいらっしゃいます、はい、このニコ生はですね、毎週毎週やっていきます。アニメの放送時間にちょうどかぶるようになってるので、うん、次回は4月5日22時同じ時間からスタートします。ぜひテレビと一緒にですね、待機していただければと思います、よろしくお願いします。それでは引き続き負けるの悪の軍団の応援よろしくお願いします。お相手は徳井空と辰巳由衣子でした。それではこの後は LINE ライブのアフタートークでお会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ。私のこと、うん、トックンって呼ぶのもゆっこさん、ゆっこ、あ、そうね、やっぱ ね、そう、ゆっこ、ゆっこさんとかゆっこさん、ゆっこさん、シャーは違うでしょう、うん、シャー、え、なんかちょ、なんか、ま、悪口書いてたなんか、ちょっと悪口書いてた、送りバントってやつ、うん、それ悪口じゃないから、ねえ、あるあだ名だからいやー、嬉しい、みんなゆっこってよく呼ばれてるの聞くけど、うん、そうそうそう、私的にはミータツで来ちゃったからさ、ね、私もだって、みんな空丸って呼んでるけど、言う言う言う、あのちょうどね、このアフレコ現場で、うん、ほら、とっくんゆかりの方もたくさんいらっしゃったじゃないですか、うんうんうん、で、私ね、いろいろ話してて、とっくん、とっくんって言ったら結構笑われましたよ、うん、もうとっくんって馴染みが長すぎてみたいな、初めて、うん、みんなの前でミータツって呼ぶのちょっと恥ずかしいかやっぱりそうだよね、うん、いや、ほんと、なんかマジやヒロポン感が出ちゃうからさいや、ほんとね、困ってる、あれ、うん、あっちの JP さんのせいなんで、でももう今更変えらんないよね、いや、そう、うちらの間ではもうこれ
定着してるんで、そうそうそう、そうなんですよ。みんなもいいんですよ、こうミータツとね、うん、特訓っていうのでいいんですからね。はいはい、うん、いいですいいです、こういう嫌だよ、いらないいらない、こういうにする。それもうね、一人でも呼ぶ人がいたら本当にゆいたつとかどう。いや、たつみ、ゆいこ、ゆいこたつみ、ゆいたつ、ゆいこたつみ、ゆいたつ、やめましょうやめましょう、こういうの意外と。いやそうなの、でさ、チャーハンが600円じゃない、ほんで餃子がさ、250円なのよ、もう850円じゃん、そしたらさ、後から見たらさ、餃子、チャーハン、サラダのセットがさ、800円だろ。あるあるな、あるあるじゃん、パンってやると、やばい、やばい、始まってる、ハゲ、ハゲ、ハゲ、なんでいるの。悪の二軍団の皆さん、こんばんは。負けるな悪の軍団、原作者の徳井空です。作者よろしくお願いします。いやー、というわけで、負けるな悪のニコ生レギュラー放送の第1回でございます。あの、先々週ぐらいね、ニコ生1回やったんですけども、あれはこうプレ放送みたいな感じで特番ってことでやらせてもらって、今回からね、レギュラーのタイトルも変わりまして、負けるな悪のニコ生というタイトルになります。これで毎週毎週この時間にやっていく、その第1回です。皆さんようこそ、コメント見えてますよ、ありがとうございます。うんうんうん、やったぜ、あ、嬉しい、ありがとうございます。そう、毎週なんですよ。なんでみんな毎週ね、この時間空けていただければなと思います。毎週毎週です、よろしくお願いします。最速放送となる東京 MX での放送スタートまであとちょうど1週間、もう来週には見れちゃうんですね、アニメが、いよいよついにでございます。そして先週の土日に開催されましたアニメジャパン2017でもいろいろと追加の放送情報がございました。いっぱい発表してきたんですけども、今回もなんとあのアニメジャパンのステージで一緒に立ってくれた方がゲストに来ちゃいます。誰だろう、誰だと思う、みんなコメント予想して書いていいよ、うん、誰だろうね、うん、一体誰なんだ。そうだよね、まだ分かんないよね。さあ、じゃあこの後ゲスト登場しますので、皆さんお楽しみに。そしてそして、負けるな悪の軍団原作コミックス第1巻がついに発売されました。ゲットしてくれた人、はい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 、どうですか、お、買ってくれました、ありがとうございます。あの、全国の書店でゲットすることができるので、まだな方はですね、ぜひゲットしてほしいと思います、よろしくお願いいたします。さあ、それじゃあみんなお楽しみのゲストさんもいらっしゃるので、早速参りましょう。それでは悪の軍団のメンバーを目指して最後までお付き合いよろしくお願いします。負けるな悪の軍団放送前特番、負けるな悪のニコ生スタート。さあ、それでは本日のゲストご紹介しましょう。本日のゲストはなんとこの方、ネル様役の辰巳ゆり子さんです。はい、どうも、ネル様役の辰巳ゆり子です、よろしくお願いします。いらっしゃー、はい、満を持して登場しました。もちろんですよ、本当にね、もう自信まくりですよ。いや、びっくりしましたよ、まさかのみんな、うん、ほら意外だってさ、すごい、本当そうなんですよ、サプライズでっていうお願いをされておりましたので、ね、ありがとうございます、どうもよろしくお願いします、ね、うん、そんなミータツなんですけども、うん、この軍団ではネル様役を演じてもらうことになりまして、はいはい、私とミータツは何年か前にアニメの作品で一緒になって、うん、その時にこうラジオとかをねやったりしてたんだよ ね。しかも作家さんも実は一緒なんだよね。え、そうだっけ。そうだよ。え、嘘。いや、だからあ、そういえばそうだったの、あの時どう、もう同じなのよ。同じじゃん、忘れてたの、なんか
あのミータツって本当業界用語、辰巳を業界用語にした呼び方なんですよ。めっちゃ恥ずかしいんですよ本当は。もうやだ。だってギロッポンでミータツみたいな感じだもんね。真空でミータツだもんね。真空でミータツの流れでつけられてるからね、完全にギャグで。そうだ。そう。いやでも私はもうそれが浸透しちゃったからさ。確かにそうだね。ミータツとしか呼べないよ。うん、えみんなはなんて呼んでるのミータツのこと。ね、教えて教えて教えて。